どうもこんばんは、しおんです。今回もソウルアットステークで遊んでいきたいと思います。で、今回もアクターを使ってやっていきたいと思います。で、アップデートが入ったのでね、なんかいろいろ変わってるみたいなので、それを確かめながらやっていきたいと思います。では行きましょう。あ、で、服がですね、新しい服を着てきました。レベルを上げることが、レベルを上げることで手に入る服ですね。で、ショップ見てみましょう。何があるんだろう。ん？これ同じだな、今までと。で、向こうで反応ありと。じゃあ、プレッシャーかけておきましょう。どうも。はい、まず一発。あれ消えないっすね。ステルスモードどうしたの、これ。どうなったの、なんでこうなった。なんか頭の上にアイコンついてますね。なんだろう、なんか歩きもすごい、なんか男らしくなりましたね。とりあえずひたすら窓を壊していく。で、救助に来てますね。使いましょう。で、2人目のダウンで1台つきましたと。で、お金が55あるんでね、このショップは今まで通りなんですね。ショップ2分の1なんですかね。で、もう一つのショップが新アイテムなんですかね。分かれてる感じなのかな、よく分かんないですけど。で、向こうで反応ありと。ん？ステルスモードがなくなったのかな、これ。で、2台目がつきましたと。あれ、でも見えてない。で、テレポートで飛んでいきましたね。当たりましたね。これは使いましょう。おお、ナイス回復。いいタイミングですね。放っ放しておきましょう。すまん、2人目も。2人ともダメージ食らった状態ですね。まあ、これ今までと同じショップだったらね、かなり有利ですよね。で、まあ、ここら辺に罠でも置いときますか。で、まあ、いつもの通路ら辺で回復してるんじゃないですかね。まあ、飛びましょう。はい、どうも。で、1人は奥にいますね。ギリギリで消えていきましたね。やられましたね。あれ、反応あったんですが消えましたね。ここにショップがあります。で、いますね。ちょまたやられたわ。ならば、
さてどこかなと。いましたね。回復何個持ってんだ、やるな。先回りしましょう。さあ出ることができましたよ。さあなかなか追いつけない。ただ射程距離に入ったらベルで止めれる。さあ、あれ？当たんねえ。ならば、OK。焦って回避してくれましたね。では補充しましょう。オーラ使いましょう。ん？どこ行った？あ、こっちにいますね。どうも。で、助けに行くと思うんで回り込みましょう。で、それ呼ばれましたね。 OK。 まずまずモードが違うから殴って近づけないっていうね。で、こっち行きましょうか。で、死亡圏内なんでやっときますか。あ、ただ回復買われてしまうんですよね。まあいいか。この人のステルスモードは一体どこに行ったんだろう。逃げられましたね。残念。ただどこに行った？そっちか。で、無料支給アイテムがベルなんですよね。ほっ、使いましょう。でしょうね、ステルスモードがどうなってるのかちょっと分かんないんですけど、なんか見えてない感ありましたよね。こっちだけグラフィック変わった感じなんですかね、よく分かんないですけど。あと新アイテムが一つも買えなかったというね、まあ、多分ショップ2つで、2つのショップで片方が新アイテム片方が旧な感じなんですかね、ちょっと分かんないんですけどね。はい、ということで今回はですね、アップデート後のアクターでした。では今回の動画はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。